PSPP は統計解析のためのフリーソフトウェアである。GUI とコマンドライン操作の両方で利用することができる。C 言語で書かれており、内部では数値計算に GNU サイエンティフィックライブラリーをプロットの描画に GNU プラトゥートルズを使っている。PSPP は商用の統計解析ソフトウェアの SPSS と 同等の機能を実装することを目的として開発が進められている。PSPP は Excel、Numeric、Postgres データベース、s o p e n d o c u m e n t Spreadsheet、CSV、プレーンテキストの各形式のファイルを読み込むことができ、出力は SPSS のポータブル及びシステム形式とプレーンテキストで行うことができる。統計解析の機能としては T 検定の場、NO 線形回帰などが行える。またデータ変換や並べ替えなどの操作も行える。PSPP の開発プロジェクトは SPSS のフリーなオープンソースの互換ソフトウェアを作り上げることを目的としている。SPSS のソースは公開されておらず、利用条件には厳しい制限と DRM が課せられているため、ライセンスを更新しなければ限られた期間だけしか使うことができない。それは、 おかしい、納得できない、と PSPP の開発者は考え、ライセンスの期限切れ以外は、SPSS と同じ機能を持つソフトウェアを開発し、万人が共有、改良できるものにしたいと考えた。Ubuntu GNU Linux で起動する PSPP0.79 出展。 http://pspp.awartspace.com スラッシュ spsa フォーダミスという書籍の点ユースフルシングスユーキャン n ァイ n ドオンザインターネットという章で PSPP が紹介されている2006年には南アフリカ共和国統計協会主催の会議で PSPP でどうやって spss を置き換えていくかを議論するセッションが設けられた。パーフ、ベン、gnu, pspp, アナトイテッドタグ v1.20, クレイテッド v1.20, pspp アナウンス h t t p コロンスラッシュスラッシュリスドットヌードット .nu.org スラッシュアーカイブスラッシュ html スラッシュ p s p p ダッシュ c o m m i t s スラッシュ2018-11スラッシュ msg0003.html2018 年12月28日月覧ファクシミリオブブックインデックスハット サスタットコンファレンスプログラム。ありがとうございます。